士スピードウェイで開かれるファンライド主催の富士チャレンジ200に参加していきたいと思います。で、トミさんがソロ200、私がソロ100という種目に出場します。でそれぞれ100キロ、200キロを走り切るまでのタイムを競うというイベントでございます。はい、でこのイベントなんですが、制限時間があります。はい、制限時間が7時間です。2つとも。はい、はい、まあ私は100キロなのであれなんですが、富澤は200キロを7時間で走らなくてはいけないという。そう、どんなに遅くてもね、7時間で走りになっちゃうと完走もできない。完走もできない。なんと平均時速が28キロというね。大丈夫ですか？目標32、3でアベレージ32、3で、はい、というわけで、まあ、7時間まずはね完走を目指して2人とも頑張りたいと思います。これもね、千尋と同じでブロンズとかシルバーとかゴールドとかあります。はい。ただ、僕もそうなんですけど、どっちかというと長距離になればなるほど、遅くなります。なるほど、はい。得意ではない距離なので、まあできるだけ頑張って、すべて完走したいなと思います。はい。私ですね、ヒルクライム以外のイベントに出場するの初めてでして、こういう集団走行でのレース初参戦になります。はい、なぜかね一番最初のレースがもうヒルクライムだったから、いやそれが結構普通で、あ、そうなんだ。ヒルクライムって速度が遅いので、安全面的に見ても、あ、そっか、初心者が出やすい。なるほどね。エデューロのね、今日みたいな長距離のレースも比較的速度が落ち着いてるんで、自分のペースで走る。なるほどね。一番最初にはいいかな。100キロ、200キロとかじゃないけど。一応2人で最低限のことは伝えてあるので、まあ言ったことを注意してもらえれば大丈夫だと思います。はい。どの人にレースに関して教わっても、まず必ず言われるのがブレーキを握り込まない。っていうことです。怖いからって言ってブレーキをキュッて握っちゃうと、絶対後ろから突っ込まれるので、それだけはやっちゃいけないっていうふうに言われます。ブレーキかけちゃいけないじゃなくて、使うにしても当て利きって言ってちょっと軽く減速するぐらいの調整にしてください。はい、わかりました。はい、じゃあ楽しんでいきたいと思います。いきます。ピットはこんな感じです。はい、寒い。めちゃくちゃ寒い。ジャージ変えます。いよいよできます。はい。不安。頑張ろう。頑張ろう。して本日のレースは終了とさせていただきます。お疲れ様です。なんとレースが悪天候のため中止となりました。いやちょっとね残念ですね。ちょっと出し切れなかったなっていうところもあるので、あと自分の弱点がいろいろ分かったので後でしっかりお話しします。ちょっと次のエンデューロに向けてまたいろいろと練習をしていきたいと思います。水みたいな滝みたいな雨が降ってたんで前も全く見えなくてかなり危険だったので、この選択は仕方ないと思います。はい、ではトミさんを待ちたいと思います。じゃあねー。はい、終わりました。今着替えたところです。はい、まあ今日は1時間半で終わってしまって、ちょっと残念でしたね。そうだね、ちょっと不完全燃焼だね。はい、速報だと、はい、僕が11周かな、11周でヨピさんが9周でした。はい、はい、ただちょっと、ね、平均時速が僕が73キロヨピさんが28.8 でした。はい、このイベントもブロンズとかシルバーとかゴールドとか富士ヒルみたいにあるんですよね。で、まあ、100キロでも200キロでももちろんあってそれぞれあるんですけど、今日僕ちょっと途中でブロンズの速さの集団についてみたんですけど、ほとんど大丈夫だったから。来年はそこは狙おうかなと思います。ただ上りが結構このコースきつくて、思ったよりその上りでガッてワットが上がってましたね。パワーが必要でした。逆に平坦とか下りは力を使わないで焦げたので、インターバルに近い、休んで頑張って休んで頑張ってっていう感じのライドになりました。はい、はい、で私初めてこういうエンデューロ系のレースに出たんですけど、まあ、目標は集団に乗っていくっていうのが目標でした。初めてだったのでそういうのが。ただやっぱりこう自分がついていける速度の集団を見つけてそこに入るっていうのがすごく難しくて、やっぱりなんか頑張って速い集団についていこうと思ってもちぎれちゃってソロになっちゃってっていうのがかなり多かったです。なので、まあ、自分のついていける集団にきちんとついていくっていうのは本当に大切だし、それをちゃんとこれから、まあ、練習というかいろんなレースに出てそれを身につけていきたいなと思いました。もうクリテリウムなんかは集団が1個しかないから、まあ、基本的に1個しかないからまあそこで頑張るしかないんですけど、エンデューロになると自分に合った集団を探すのがやっぱり必要です。まあ、今回エンデューロってわけではないんですけど、まあ、こういう長距離のライドっていうのは集団もいくつかできるし、むしろもう集団って呼ばないような 2,3 人の集まりでもいいので自分の速さに合った人の後ろについて、まあできればそこで回していくっていうのが一番力を使わないで走れると思います。はい。今日はね、2人とも無事本当もう無事だったから終えられてよかったです。はい。ヨピさんも初めての集団走行できてよかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度またねエンデューロ出ます。はい。今度はチームで出るのかな。2人で何時間か走るような感じです。2時間だったか3時間だったかな。2人で3時間だからちょろいですね。結構ハイペースでこげる。はい、じゃあ頑張っていきます。はい。じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。トムズサイクリングでした。バイバーイ。